江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、掲示板からのご紹介でございます。警告民、日本でのサムスンの折りたたみスマホに対する扱いがこちらということでですね、警告民がですね、日本人のツイッターを見てですね、まあ、しょんぼりしているという話でございます。それではですね、こちら見ていきたいと思います。画面ちらつきます。はい。ということでですね、こちらですね、はい。これなんですけれども、折りたたみスマホ検討している人は買って6ヶ月でこんなんなるから考えた方がいいということで、ポイントはここですね。こっちもちょっと浮いてますね。うん。これ何なんだろうな。まあどちらにしてもなんか使ってる上ではね、ちょっと気になるよねというところですね。うん。で、どうやらね、フィルムらしいんですよ。フィルムっていうかね、市販のフィルムじゃないらしいんですよ。普通にね、なんか指紋がつきにくくするようにとか、そういう風なね、別で後付けするようなフィルムじゃなくて、もともとついてるフィルムらしいんですね。で、まあ、それが取れるとですね、まあ、ちょっとね、大変らしいんですよね。はい。で、これね、ちょっとこう、この日本のね、こう、ついた反応を見てて気になったのがあったんですけども、これね、ドコモでですね、ギャラクシーお持ちの方へ、当店で保護フィルム無料貼り替え実施中ということでですね、貼り替えなきゃいけないらしいんですね。めんどくせーと思って。ただし対応店舗に限るんですけども。これ何？ドコモ？ドコモか知らないけども。まあこういうことはめんどくせえなーっていうね、販売店にとってもめんどくさいんじゃないんですか。無料でしょ。一銭にもならないことやってんでしょ。ほんと迷惑だよなと思いましたね。でただしですね、自分も同機種を10ヶ月以上近く使ってますが、今のところ異常はなしということで、まあ個体差もあるのかな、まああと使い方にもよるのかなとは思いますけれども、まあどこも、まあですね、携帯会社がね、まあ、こういうことやってるってことね、めんどくさいです。はい。ということでね、こちらを見たですね、警告の反応がありますんで、ご紹介していきたいと思います。はい。じゃあですね、こちら。使ってると、あっという間に故障するスマホ扱いを受けるところ。うん。俺、フリップ3使ってるけど、これ初めて知ったわ。まあ日本でのサムスンのイメージは渓谷でのシャオミのイメージと似ているんじゃないか。全部いいんだけど必然的にああいうのが生じるしかないからあんまり買いたくない。フリップ3綺麗ですぐに買ったんだけど、ただ綺麗なだけ。それが存在意義である。フィルム浮くのちょっと直してくれかっこ。やっぱ渓谷民もね、浮いてるらしいですね。はい、じゃあ次行きましょう。フリップはなんでフィルムが浮かび上がる事例がちょっと出てくるんだろう。不思議だね。いや、ポンコツ。あのくらいはまだ使うことができる。自分は1年経って音を立てて浮いてしまう。え、なんかパリパリとかってなんなんのかな。はい、じゃあこちら。 iPhone 使っていてズフリップを見てギャラクシーに行こうと思ったけど、耐久性が良くないと聞いて諦める。自分も購入して6ヶ月であんな風にフィルムが浮いてたためないスマホになった。たためないスマホ。自分は次のスマホは絶対に iPhone にする。ギャラクシーフリップ3使ってるけど二度と使いたくない。おー、はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応いきたいと思います。ねえ、いやね、これめんどくさいよなーって、販売店の人めんどくさいよなーって思いましたよ。こないだ吉田製作所で売ってたな、わら。折りたたみスマホ、ああそんなものもあったような、わらわら。真ん中に線が入って使い物にならんわな。あ、安くも無意識考えた方がいいのはそうよね。
あ、確かにね。だって10万ぐらいしたんでしょ、やっぱ。溝が刻まれてるし盛り上がってる。折り曲げてると壊れる、以前から言われてるにだ。いや、ショップで実機触ったら買おうとは思わんわ。わらわらなんで買ったし、わらわら。この扱いはスマートじゃないにだ、わらわら。そもそも最小曲げ半径の設定がアホなのよ、しいこくを見習えよ、わら。こりゃ、どこの玩具だ。なんでわざわざ来店するんだ。傷防止なのかな、これね。専用ペンと移動が楽なだけですよ。これ修理に出したら、なんだかんだイチャモンつけて有料にするんだろ。絶対えがいはねえぞ。ね、どこだろうね、ドコモかな。わかんない。ドコモでも au でもソフトバンクでも売ってるんでしょ。どうせ。ね。折りたたみって、展開時の画面比がゲームにも動画にも中途半端で使い物にならないと評判。ドコモ行ってもガラクシーは買わんよ、わらわら。ちょっとじゃないよ。たまに見かけるけど、そういう人なのねって思ってしまう。ガラクターは画面の裏面が変形するけどな。畳めれば不良じゃないとか、そういうレベルでいいのか、わら。どこも、たくこんなゴミ押し付けやがって。折りたたみなら、おっぽの方が100万が良いと。いずれ畳めなくなるスマホ、責任取って店を畳め、わらわら。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。あ、リズムゲームするには圧倒的に向かないんだ。はい、ではまた。あ、だからね、どっちかな。あ、さっきもね、畳めないスマホになったってありましたけど、もう畳まないで使ってるっていうコメントもあったね。どっちだったっけな、日本の反応かな、なんかありましたよ。はい、耳ないじゃんって思ったけどね。ではまた。